はい、本当に今日はなぜか朝日のネタにばっかり当たってね、いやネタが少なくなったかわけじゃないんだけどさ、なぜかこう目についたのが朝日のそのネタだったんだ。今度はね、あのツイッターの中でね、要は朝日の、報道局、テレビ朝日報道局さんっていうアカウントと、とあるネット界隈のユーザーさんが会話している場面ですわ。でね、その、ね、朝日さんがね、グッドモーニングとかいう番組がテレ朝にあんだって。それで、桃鉄を題材にするんだって。で、DM で取材したいんすけどって言ったんだって。あのね、間が悪いことこの上ないと思わない？てか、こんな取材方法あるかよっていうかさ、普通にセガに行けやって、セガサミー行けよって。ね、あ、今セガサミーで会ってたよね、桃鉄のメーカーって。バンダムじゃなかったよね。もう、桃鉄といえばハドソンっていう世代なもんで申し訳ありません。はい、未だにハドソンですよ。あの、ボンバーマンでもハドソンですよ、未だに、気分的には。すいませんね、ほんと。ハドソンがどこに吸収されたか、パッと思い浮かびませんでした、ほんと。ね。で、その桃鉄の話、だからその、ね、ゲーマーのオタクのアカウントだったんでしょうね。まあ、ただ、確かに新作出るからね、それでね。で、お断りしますって言われてたんだって。あはっはっはっは。非常にバレバラシですよ。なんでお断りしたかっていうと、まあ、例のあれです。はい、こう10人集まって酒かっくらって歌を歌いまくって挙句の果てに窓からダイブしたってあれです。緊急事態の最中、飲酒を伴うカラオケを、深夜4時まで、実施した挙句2階から転落し入院した、記者社員についてもう少し詳しく報道するべきだと思います。桃鉄のことなんて扱ってんじゃねえって話ですね。私もそう思うよ。もうね、社長が出てきて陳謝するべき案件だと思うよ、わしはね、これね、この案件ね。で、それに対して一応このアカウントさんは素直に謝ってんだけど、それをさらにさ、煽っていくスタイルだったらしい、このね、このアカウントさんは。モーニングショー見に行ったらしい。元気やなーって思ってさ、で、適当だったらしいよ。で、もう、では、テレビ朝日社員がってことも言わないらしい。で、ね、すごいよね。深夜4時までカラオケできる体力がすごいよ、私は。それがすごいと思う。いつのバブリーやねんって思いません？バブリーやなぁ、本気に言って。バブリーやな、死後やな、すいませんな。で、ちなみにさ、カラオケ店8時で閉まんだけどよ。8時間オーバーってどういうこった？よく店員も止めねえなって、いや、止めてんだと思うけどさ。あのね、バジ豆腐なんだろうけどさ。あの耳に念仏なんだろうけどさ。ね。すごいのは、なんか、まあ、このニュースにさ、まともに接してなかったんだけど、なんとこう、シャッターが閉められて当たり前だよね。当たり前だよ。8時間も上げてらんねえよ。ね。だからこう、客が中にいるの分かってて、まあ、フロントまで来れば出すかの状態だったんでしょ？きっと。でも、たまたまフロントはいない時間に1階に降りちゃって、あ、閉まってる。いや、閉まっとるに決まっとるやないかい。つって、2階のわざわざ窓のとこからゴリ押しして出たら怒ったらしいよ。もうバカの極みだよね。ここまで間抜けなことできるっていうセンス、いや、いくら酒入っとるって言ったって言ってからさ、そこまで溺れるほど酒飲むんじゃねえよ、このご時世に。どういうこった？ねえ。まあ、カラオケ店側にも相当責任はあると思いますよ。はい。酒出してんじゃねえよ、バカ野郎って話だしさ。まあそこは報道特権を使って、酒出せ、酒出せって言っちゃったのかもしんないけどね。そうだ。結局それ、社員証がなんか見せたんだよね。で、まあ今、こう、代表が言ってますけど、そういうことだと思いますよ。で、店舗のように、店舗じゃなくてさ、裏のボックスの中だからさ、バレないだろうと思ってやっちゃったんだと思うんだけど、にしてもね、頭悪いにも、いや、カラオケ側も相当頭悪いし、今日出すのを強要された時点で、もう通報しとけばよかったんだって。警察にね、強要罪ですよ、こいつら、つってさ。そしたら褒められこそする。大丈夫だったじゃんね。で、それができなかったがために、こうやって謝罪する羽目になっちゃったさ。パセラさんだっけ、パセオさんだっけ忘れたけどさ。パセラでしたっけね。まあ、カラオケも行かなくなって久しいもんだからさ、すいませんね。ね。で、まあね。
取材は大事だけどさ、エア取材よりはマシだけどさ、こう SNS で済ますなやって思わね。で、これがさ、このアカウントさ、取材されてる方がさ、何バンナムの社員とかだったらさ、まだ少しは救われたのかもしれないけど、一般ユーザーやぞ。ねえ。それで桃鉄について語れってさ、いや、語れるだろうけどさ、多くの人は。多くの人はっていうか、まあ、多少のゲーマーの人だったら語れるだろうけどさ。でもね、やっぱね、今やる報道じゃないと思うよ。うん、そういうのはね、ファミ通とかに任しときゃいいんだって。なんでそれをさ、後追いをさ、テレ朝でやんねんって、ほんとに。バカも休みやすい言えって。いくらネタがないからってゲームのネタでやってんじゃねえよ、テレ朝さんや。頼むよ。ね。そしてその挙句、自社の、不祥事が、報道が足らんと、お小言をいただいて、そしてまとめサイトに取り上げられて、私がここに同意するという悪、好循環でございました。またよろしくお願いします、テレビ朝日さん。ありがとうございました。